はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ルミオンは2年の前期から使わせていただいていて、設計製図の時に非常勤の先生から、教えていただいて入門しました。で、エスキスの段階から使わっていって、大体1週間ぐらいの最初の期から使いこなすことができたと思うので、比較的簡単に習得はすることができました。ルミオンでは最初のエスキスの段階からパースを出して先生と話し合ったりしながら、最後の公表会、最終公表の時もメインパースからサブパースまでルミオンでレンダリングして作品を作っています。早いのはもちろんなんですが、他のソフトに比べてクオリティがかなり高いソフトになっているので、基本的に物を作るのが好きな建築学生からするとすごい、いいソフトだなというふうに思います。また、最初に言った早いっていうのもすごく2点の一つで、納得のいくまで何時間もレンダリングをするんじゃなくて、何回もパースを取り直しながらすることができるので、そこも強い場所じゃないかなと思います。卒業制作からポートフォリオまで、基本的に学生の期間は、ルミオンを使ってパースを作っていこうと思っています。学生無料のレビットを使ったり、学校で配布されているライノセラスのアカウントを使って CG を作っています。これは、2年前期の、図書館課題で作った作品なんですが、ガラスを壁としてかなり使っていまして、レンダリング、初めてルミオンを使った作品になっています。この作品は周りの、建物とかをオープンストリートマップから、持ってきていて、俯瞰のパースになっているので、奥の方の建物とかそういったものが、入ることですごいリアル感が増して、助かっています。また植物などの典型も、ルミオン内で見て影とかがしっかり出されることがすごく魅力的なのと、他にもエフェクトをルミオン内でかけることによって、フォトショップなどで他で加工することなくルミオン内で、全部完結できた作品になっています。2年前期の図書館課題、2年後期の集合住宅、3年前期の小学校、3年前期の、構造デザインで、ルミオンを使用しました。ルミオンは、先の質問でも言ったように、入れてのデメリット、学生側へのデメリットはほとんどないと思うので、実際一歩踏み出して、ルミオンを入れて新しいパースとかいろんな作品が見れると嬉しいなと思います。